和歌山市は和歌山県の北部に位置する都市。和歌山県の県庁所在地で中核市に指定されている。県の面積の約4%ほどだが、県人口の約40%が暮らしているプライメートシティである。中世には海岸市の一部とともに最下の里と称された。江戸時代には五三屋の一つである紀州徳川家が治める紀州藩の城下町として栄え。 和歌山とも表記された。和歌山市中心部周辺の空中写真。2008年5月3日撮影の84枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。木の川の河口に位置し、中心市街地は左岸に形成されている。和歌山市の中心市街地には、城下町としての名残を留めた。 小さな町が点在し、町名に、町と、町とが混在する。町は、町と読んで、かつての武家町を、町は、町と読み同じく町人町を表す。平成22年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると、1.65%減の369,400万人であり、増減率は、県内30市町村中4位。 2018年4月1日時点で36万人で、ある、瀬戸内海式機構である、徳川吉宗機上像を編入した町村の所属軍は、特記以外はすべて、改装軍。行政組織については、和歌山市役所も、山椒部落理定商店街和歌浦県庁前付近、和歌山城近辺日赤医療センター前、本町通り近年、郊外科など、 消費変化による経済力の衰えと大阪都市圏への交通網の整備等によるストロー現象による人口減少が大きな問題となっている。平成23年度の市の事業として道路網の充実のほか、経済、雇用情勢への対応として企業や企業家の誘致、廃校になった学校を利用するなどして医療系や教育、保育系の大学、 短大を新たに四項誘致。するなど、減少した人口の回帰や、経済復興策を打ち出している。市内消費経済として、和歌山市中心部に位置し、かつて、仙南地方からも、購買層を持っていたブラクリ亭商店街は、地元老舗百貨店、丸商が、自己破産となり、大丸、 ビブレなど集客力の高い店舗が相次いで閉店。さらに、大阪都市圏への交通網の整備等によるストロー現象に加え、市内においては郊外型大型ショッピングセンターの相次ぐ出店により、郊外化など人の流れに大きな変化が起き、いわゆるシャッター通りと化している。ブラクリテイには2005年10月、大手量販店、ドンキホーテを 2007年11月には、旧丸小跡地に複合施設、ホルテワ島を開設するなど、市は構造改革特別区域法を利用して、規制官は人の流れの回帰に努めている。南部のサンクズと君いデラを中心とするニット産業は日本一で、丸網ニットは和歌山県が全国シェアの37%を占める。農業、漁業といった第一次産業も盛んである。 農業では、稲作のほか、野菜栽培が行われている。全国屈指の生産量を誇る名産に生姜がある。中でも新生姜が有名で、火星地区、布引き地区、小戸島地区で作られている。ハウス栽培が主流であり、産地ごとに出荷時期をずらし、出荷期間を長くする戦略をとっている。これらは大都市圏に出荷されているほか、近年は、ジンジャーエール、アイスクリーム、 ジャムなどの特産品開発も進んでいる。その他、布引き大根として知られる大根、白菜、キャベツ、ピーマンなどの生産量も多い。漁業は、市北部のカダ漁港と、市南部の若浦、西先漁港が中心となっており、前者はタコやタイ、後者はシラスやハモ、クマエビなどが水揚げされている。 和歌山市内の鉄道網市内のターミナル駅としては JR 西日本の和歌山駅と南海電鉄の和歌山市駅がある。しかし行政機関や金融機関、商店等が集積する和歌山城や本町通りの周辺へはいずれの駅からも徒歩10から30分の距離があり、かつては南海和歌山機動線が和歌山駅、和歌山市駅から和歌山城付近を通り、 国道42号を南下して、若浦海南駅まで伸びていたが、1971年に廃止された。若山駅西口かつては、五ぼ南海バスや、大王重バスも南海若山市駅まで乗り入れていた。高速道路国道県道を主な通りをもな、観光地として、若浦や徳川吉宗など、紀州徳川家で知られる、若山城がある。若山市の売り込みの強化、 ゆるキャラといったキャラクター展開など、観光面は、平成23年度の和歌山市の3、大中心事業として、対外アピールを行っている。淡島神社和歌山県立近代美術館和歌山、マリーナシティカダー和島温泉駐車区出店。ありがとうございます。